久保さん今回ニーチェにしましょうかニーチェえー、樹液にとって最も大切なものは何かと問うたらそれは果実だと誰もが答えるだろうしかし実際,な実際には種なのだと深いですねニーチェさすがニーチェって感じですねまああの種がないとねあの何も始まらないんですよね だからまあ、種というのか点というのか、まあいろんな言い回しはあるんだけども、あまあ一点一点打ち続ける。種を、咲くかどうかはからないけど、種をまかないと咲く可能性はゼロですよっていう話で、うん、種がないのにどうやって咲くんですかっていうね。うん。そう。まあ僕たちも、久保さんも僕もそうですけども、あの、人間も、 あの人間の種っていうと生死ですよね生死がないのにどうやって子供も生まれるんですかってまあ無理ですよね、うん、花だったら花粉ですか花粉がミツバチがこう運んで受粉するのかなうんだからそのそ,そこの結果があるっていうことは何かしら種をまいてたんですよねうんだからその そのラッキーとか、例えば宝くじで、あのね、なんだっけな。アメ、アメバ TV だったかな。なんか6億当たった人も、がなんか出てたんですよ。で、何回も当てられるみたいなね。<laughs> でもその宝くじもそうなんですけど、買わないと当たんないんですよね。買わないと当たんないし。うん。まあ、宝くじが当た、6億当たってる宝くじが落ちてるとは考えられないので、買わないと当たんないからね。うん。 だ結局ねやっぱや,や,やらないと分かんないんですよ。種まかないと咲くかどうかも分かんないしでも一つ言える事実があるとするならば種をまかなければ咲くことは一生ないってことですね。うん、でも多くの人はその種をまいたら実は,実は実のるのか実のらないのかっていうのを論争して種をまかないんですよ。だから結局可能性はゼロの人生を送るってことですね。 いってらっしゃい